お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんすけど、今日はね、こちらラバムートをね、紹介したいなと思います。で、そう、ゴレとかにね、ムートならすごいわかるんですけど、ラバにムートが合うのかってなるんですけど、ラバがね、破裂した時にムートが下にいるとか、なんかそんな感じのことを想像してもらえると、うわー、すごい嫌だなーって感じです。はい、そんな感じですね。すごい雑なんですけど、まあ、で、ムートの他に、この陸としてね、ムートがいるのにもかかわらず、バーバリアンがいるっていうのもね、このデッキの特徴なのではないかなと思います。で、そしてタルババ、そしてディガーも一応あるので、こう、陸がね、こうなんと豊富です。なんかラバデッキって、ペッカに相性いいみたいな思われてますけど、結構ね、普通に陸受け少なくて、ペッカにも全然負けることもあるみたいなデッキなんですけど、このラバは、もう陸が豊富なので、もう逆にペッカにはもう相性いいですね、完璧に。そしてファイボなので、もしマジアーテとか来てもね、処理できるといった感じです。まあ、その代わり対空がね、メガゴとビビドラしかいないので、こういうラバルとかもし来ちゃうと、萎えちゃいますね。まあ、ですがですね、すっごい許容という名の無視が来ましたね。まあ許容でしょう、相手のね。ここで防衛できないという判断。いやー、強いですね。相手もなかなか。まあ、落ち着いてね。落ち着いていきましょうよと。ここは若干ダメージを受けてしまいますが、ここのビビドラを残したいと思います。いや、このね、ラバはね、ちょっと下手だったかも。いや、ですが、さあ、ここはムートでいい感じに共有していきましょうか。こういうムートが強いですね。まあ、ちょっと痛いんですけど、こうすることによって、まあ、メガゴ受けかな。ラバの後ろにこのムートが行くと。もうこれがね、うざい。そして墓石で受けてくるよと。あー、いいファイボだ。それはいいファイボだ。これムートにだけが行くんじゃねえのか説。さあ、いいですね。まあ、こんな感じで、こういうムートがね、タワーに刺さるともっと良かったんですけど、さあ、ラバル。さあ、ガン虫ラバルですよ、これを。これ皆さんどうさばいていきましょうかね。マジで。いきまーす。これ、3号来いよ。3号来いよ。うえ、来た。で、相手絶対コストないから、ここでとりあえずタワー1本折れたでしょ ?1-1。で、ここを、このユニットを無視すると、てか無視するとというか、放置させると良くないんですね。ここでユニットを咲かせて、さあ、問題は、多分、キング対決になるので、このしょぼいムートも、オーケーオーケー、墓石でね、多分、拡張を来るんで、ここをね、ムートも通していきます。オーケーオーケーいいね、お兄さんいいムートだ。さあ、こんな感じですね。はい。対空、しょぼいんで、ぶっちゃけね、こう、空同士のユニットのぶつかり合い、例えば、相手がメガゴとビビとエレキとかいます。で、僕はメガゴとビビしかいないので、こう、空のね、ユニットのぶつかり合いとかした時に、やっぱ負けちゃうことがね、こう、ユニットだけで戦うとそうなる場面が絶対あると思うんですけど、そういう時にしっかりファイヤーボールですね。こう、空とユニット同士がぶつかる時に、ファイヤーボールを打って、こっちの空ユニットを残してあげるっていう、のを、こう、思っておくと、結構ね、空対決にも負けないんじゃないかなと思いますね。へいへいへい。というわけで、おーい、クロッちゃん。クロッちゃんっていう人いるかな？俺いない、以外に。まあ、俺も初めて言ったんだけどね、クロッちゃん。ウェイ。ウェイ。めっちゃ攻めてくるじゃん。しかもさ、たまたまなんかユニットあんまねえんだ、これ。ウェイ。いい延命してくるね。まあ、だが、一旦そんぐらいにしといてくれよ。俺は今、ムートがなかったんだ、たまたま。ねえ、君。俺には今、ムートがなかったんだ。さあ、これはね、悩みますが、正直、ムートタルババとかで耐えれそうですけどね。ハシマイババだったらどうだろうね。ハイボー、ババでもいいか、正直。うん、ババ出しちゃおう。あー、ない、ガン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 ない。まあ。うわ、うめえ。それで外してくるやつだ。まあ、ですが、僕の、頑張れ。さあ、これ、タルで耐えれますね。いや、いいですね。クロスに対して耐えれるのはでかい。うん、ババが多い。そして、いいね。まあ、問題はここですね。ここのデオダを見てくれたときに、まあ、ぶっちゃけね、守れません。なので、守りません。はい、そんな感じでいきます。守れそうなときは守ります。守れそうにないときは守りません。もうラバンメガゴまでつけちゃおうかな。つけて、ここをフルブッパチンパンしたいですね。まあですが、テスラがね、やっぱ強えんすよね。ぶっちゃけ。ぶっちゃけテスラが強えのと、うわ、出た。先行パティーのやつだ。やべ。先行パティーにする。ちょっと待って待って待って。うわー、ちょっと待って。うわー、やべ、待って、ナイル。本当にナイル。うわー、ちょっと待って。うめえし、ナイルし。いろいろ3なんだ。ファイブ防衛を甘えると、痛い目見るかんな。うわ、いい防衛だ。まあそんな感じでね、1回戦目すごい綺麗に勝ったんですけど、2回戦目負けそうですね。ケツババしたの良くなかったっすね、マジであれ。あれすげえ持ってね。もうこれでいいんじゃね？からの、アイゴレがいるか。いや、アイゴレあっち使え。つけ。うわ、いい受けだ、それは。いや、いい受けなんだな、さっきから。マジで。まあクロスちょっとね、最初かな。最初しくじらなければ、多分、ラバ展開して、これはもう無理だな。ラバ展開してからのクロス来たのをムートで守ってからみたいな感じの流れができるのであれば、ワンチャン可能性はないにしもあらずと、言ったところではあるんですけども、これはね、おじいじですね、さすがに。ぽい、いや、でも勝ってないこともなかったけどな、タルムートあるんで、ぶっちゃけいけたんですけど、序盤だな。序盤、ちゃっちゃラバ出しちゃえばよかったですね。ラバあったっけ？あったなら出せばよかったですね、マジで。よろしく！ロイヤルパンツ！なんかすごいっすね、名前。あんま触れたくないんですけどね。すごいっすね。はい。もう触れません。すごいな。よいしょ、ザップ。あー、これか。これね、ちょっと、あれですね。ぶっちゃけ泣きたくなるですね。ダクネがね、なかなか解けないんですよね。ゴレを解かしつつ、あとはベビですね。ババとベビで頑張ってゴレを解かしつつ守りたいです。おーい、すげえ。これボンバーのやつだな。これ。俺分かったぞ。ボンバーのやつだ。これも許容するしかないですね。で、後ろからしっかり処理して、まあ、右はもう守れないんで、まあ、入っちゃいましたけど。いや、これね、ゴレきちんしょ。まだね。僕今日ちょっと気違いみたいになってるかもしれないですけど、気にしないでください。夜に撮ってるんで。もう眠いだけですね。まあ、眠くもないんですけど、ちょっと元気なだけっすね。はい。いやー、これはね、2100の方にね、ケツゴレが来ると予想します。なので僕は逆サイにラバハンドをつけつつ、ゴレをバーバリアンで守ります。なんで、それ以外でしっかり攻めたいと思います。そして相手の対空はメガゴとダクネだけ。というわけで、こちらのベビードラとメガゴがあちらなかなか止められませんと言ったところで、さあ、あれを守れるのでしょうかね。ワンチャン守らないっていう選択肢も、相手後からメガゴかな。うわー、そっち系でしたね。まあ、これは、一回落ち着きましょうか。空でしっかりね、回収していきましょう。空からの一方的暴力でダメージを許容していきます。さあ、いい許容です。いい許容ですが、めっちゃくちゃ入ります。そして、これ真ん中ラバが、さては、神的に決まってくれ！たまたまなんかゴレとかがね、タイミングでよく出てた。やらめ。ちょっと待って。今俺、心臓が痛っ。いて。やらめ？やらめだって。みんな今見た。やらめ？びっくりした。まあでもここ空対決で。ガシャーン。いや、ワンチャンいけるんじゃね？耐えろ。もうメガゴくんな。メガゴいてんだ、お前ら。メガゴくんな。オッケー。いいんじゃない？そう。もういっちゃいます。いいね、ムートいいね。いいザップっすね。反応が早い。まあ、そして俺はもうすでに絶望的な状況。まあ、だがワンチャンないにしもあらずみたいなのがない。いいリガ。まあ。ゴレはね、速攻溶かせばいいんでね。みんな相手の陸域把握してる？俺は把握してるよ。よいしょ。ない。よし。あ、いたわ。余裕でいた。あ、待って、入った。ラッキー。なんでザップ打ったよね、相手。危ねえ。ちょっとグッドゲームですね、これは。神試合。余裕で陸行き把握してるよとか言って、陸行き余裕でありましたけど、たまたま刺さって勝っていく男。日数という感じで、いや、クロスね、ちょっと悔しいですね。まあでも勝ってないことは正直ないと思うんでね。皆さん良ければこれ万能ラバだと思いますね。なんか、頑張って全部に戦えるデッキみたいな感じで良ければね、お使いください。というわけで、ご視聴あざまして良ければ、チャンネル登録、高評価の方もね、お願いします。3月毎日2本出してます。良ければ、皆さん、いろんなとこチェックしてくださいと。お疲れ様でした。バイバイ。